皆さんおはようございます。おはようございます。安息日が終わって新しい 1週間を、また皆さんの顔を見て一緒に賛美を持って始められることを本当に嬉しく思います。それでは、座席の前の方にある希望の賛美歌を今日は使って賛美を進めていきたいと思います。希望の賛美歌128番はじめに、希望の賛美歌128番、主なる神にを賛美いたしましょう。ありがとうございます。改めましておはようございます。外はちょっと雨が降ったりしていますけども、この朝に皆さんでまた集って賛美できることを本当に感謝します。次に希望の賛美歌196番、爽やかな朝となり、皆さんで賛美いたしましょう。爽やかな朝となり、
とうございます。それでは次に238番希望の賛美歌238番いとも賢しを皆さんで賛美いたしましょう。はい、皆さんおはようございます。雨の中よくおいでくださいました。ありがとうございます。では今日もですね、学びの時間を続けていきたいと思います。またオンラインでこのフィールドスクリーンに参加していらっしゃる、教会も歓迎いたします。共に学ぶことができることを感謝いたします。この学びを通してですね、共に献身し合い、日本の伝道のために、働くことができたらと、そのように思っております。では祈りを持って、この3日目のですね、日曜日の朝の学びを始めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる御神様、おはようございます。私たちに新しい一日を与えてくださったあなたの恵みを感謝いたします。神様、私たちは今日目覚めたように、あなたがいらっしゃるとき、
あるものは生きて、あるものは目覚めて、あなたを迎えることを信じ、そして感謝しております。それが私たちの望みです。神様、どうかその日を迎えるまで、あなたの御心にかなった道を歩み、またあなたのために献身したいと思っております。主よ、どうかこの学びを通して、私たちの思いを破り、あなたの思いに従うことができるようにしてくださいますように。神様、どうか私たちの文化や私たちの思いを超えるあなたの計画に従うことができるようにしてください。神様、どうか全国でこのフィールドスクールに参加していらっしゃるそれぞれの教会の上にも同じような祝福を与えてくださいますように。今日また私たちに大切なことを教えてくださるロン・クルーゼ先生をあなたが用いてくださいますように。今この場所、外に降っている雨のような豊かなる聖霊を私たちにも注いでくださいますように。感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではよろしくお願いいたします。今日の通訳はですね、特別に関町教会で隣のですね、学生伝道師を務めている、山地悟君が務めてくださいます。よろしくお願いいたします。It is Sunday. 日曜日ですね。 It's the new week. 新しい週が始まりました。 Isn't that wonderful? 素晴らしいことじゃないですか。 God saw us through last week, and we made it. はい、先週から始めて、先週は終わりました。 And now He's giving us a new week. そして神様は私たちに新しい習慣をまた与えてくださいました。Now, don't feel strange that you're meeting, at the church on Sunday morning. 日曜日の朝に教会で集会を持っていることをおかしいとは思わないでください。Ellen White recommended that we open our churches for Sunday morning services. 日曜日の朝にも私は教会で礼拝を持った方がいいと思っています。In order to attract Sunday keeping people.それは日曜日に教会に行く習慣のある人たちを教会に呼ぶことができるためです。Maybe you didn't know that. そういうことができると思います。This morning, about an hour ago, I sent a tweet. You know what that is? 1時間ほど前に、ツイートをお渡ししました。皆さん何か分かりますか? I have a Twitter account. はい、ツイッターのアカウントを持ってます。And I sent a picture of you yesterday.昨日の皆様の様子を、ツイッターで、投稿いたしました。Don't worry, everybody is looking good. はい、皆さんきちんといい感じに写ってましたので心配しないでください。And the first person who answered was David Ashrick. まず最初に、その反応してくださったのがデイビッド・アシュレックさんでした。Now, maybe somebody has heard of David Ashrick. デイビッド・アシュレックという名前を聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。He's fairlyWell known in the Adventist world as a trainer and as an evangelist. 彼はアドベンチストの中では、まあそのトレーナーだったり、伝道者としてとても名の知られた方です。He is an American that now is training and lives in Australia. 彼はアメリカ出身なんですけども、現在はオーストラリアの方で、トレーニングの働きを、神道伝道の働きをしています。So, we live in a very small world now. 今本当に小さな世界に住んでいます。Just use my phone, send the picture, send two lines, and he answered in one minute. 携帯を使って写真を投稿すれば、オーストラリアにいる彼が本物の数分で反応してくれるんです。From Australia. オーストラリアからです。I tell you this to tell you that other people are thinking about you. I tell you this to tell you that other people are thinking about you.まあ、このことを話しているのは、まあ、他の方々も私たちのことを気にかけてくださっている方が世界中にいるということを皆さんにお伝えするためです。 You're not alone. 私たちは、一人ではありません。 Thank you for coming this morning. Thank you for the other churches that are joining us online.
今朝皆さんお越しいただいてありがとうございます。またオンラインを、インターネットを通じて見てくださっている方々もありがとうございます。Every time I do a training that includes Sunday morning, I think of Revelation chapter 14, verse 12. こうして日曜日にトレーニングの習慣を持つときはいつも黙示録の14章を思い出します。It says, here is the endurance of the saints. ここに聖なる者たちの忍耐が必要である。In other words,Some people last only one session. ある人たちは、第1回目の講習にだけいらっしゃいます。Some people will last through the Sabbath. ある人たちは安息日の集会にも参加してくださいました。But only the saints really last through Sunday. しかし聖なる者たちだけが日曜日までしっかり集会に参加する忍耐を持っている。So here is the endurance of the saints. Thank you for coming. 聖なる者たちの忍耐がここにあります。皆さんありがとうございます。Yesterday, we did not finish our section on how to give Bible studies. 前回の集会ですね、聖書研究の授け方というプレゼンを終わらせることができなかったので、We are going to finish that, and then we will take a five-minute break. 最初に前回のプレゼンの残っている部分を終わらせてから、少し5分間の休憩を持ちます。Then we will get into the session on how to study in groups.休憩の後に小グループでの聖書研究の仕方というタイトルで After that, we will have a little longer break. またその後に少し今度は少し長い休憩を持ちます And then we will have the last session on how to pray for the people you're studying with. そして最後の講義は一緒に聖書研究をしている人たちのためにどのように祈るかというテーマで話したいと思います。Remember, over the last two days, we learned that it is God's will for members to get to know their neighbors. 金曜日と土曜日ですね、近隣の方たちをどのように聖書研究に、加えるかという話をいたしました。It is His will for members to give Bible studies to their neighbors. 教会の信徒の方たちが、その近隣の方々に聖書研究を授けることができる。これが神様の御心です。We went over a community religious survey that we could take with our neighbors. ですね、その地域の、統計というのをね、少し見てみました。And gave some other tips on how to obtain Bible studies. 聖書研究の始め方、聖書研究をしたい人を得るその方法を少しお話ししました。And we also talked about some do's and don'ts, somethings we should remember, some things we should not do regarding how to give Bible studies. 聖書研究を授けるにあたって、するべきこと、あとは逆に しない方がいいこと、してはいけないことという話も少しいたしました。So let's resume that. Number three. では途中からですが再開しましょう。三番目。Maximize your study time. 学びの時間を最大限に使う。Sometimes people do not have questions. They studied the lesson, but they don't have questions. ある場合はですね、聖書研究をしていても、そのやっている人たちからこう質問というか疑問が出てこないこともあります。If they don't have questions, then you ask them a question. もし彼らの方から質問がなければ、あなたが彼らに質問をしてください。For example, let's say that in the lesson, the text in John 6:33 was there.例えば、ヨハネの6章の 37? ヨハネの6章の37節を勉強しているとしましょう。Yeah, you don't need to look back. That's everything is there. So you can say, did you read that text? まず、この聖句を読みましたかと質問することができます。And then you ask, what do you think it means?この聖句がどういう意味だと思いますかと聞くことができます。Now, they may not remember having read that text, but they can open the Bible again and read it. まあ、その読んだ内容覚えてないかもしれませんが、またその場で読んで考える、そういうことができます。What does that text say? この聖句は何と言っていますか He who comes unto me, I will in no wise cast out. Just repeat what I'm saying. はい、すみません。One more time.父が私に、お与えになる人は皆私のところに来る私のもとに来る人は私は決して追い出さないと書いてあります So when you ask what it means that's when they get
their thinking going, what does that really mean? この聖句はどういう意味ですかと聞いたとき、その人は頭の中で考え出します。And you can have a brief but meaningful conversation about the meaning of what Jesus said there. そしてその時にその聖句の意味について、聖句を通してイエス様が語った意味について、簡潔に語ることができます。Now, in order to maximize your time, before you go to your Bible study, be ready with the lesson. Be learned that lesson. Review that lesson. 学びの時間を最大限に使うためには、その聖書研究の前にしっかりと準備をしていくことが大切です。You may want to mark your Bible and a chain reference. First text, second text, third text. 例えば聖書にマークをつけて、こことここは関連しているなというところに印をつけたりすることもできます。Make sure you understand what the Bible says.まずあなたがその聖句のことを理解しているということが大切です。Because if they ask a question about a text you never thought about, that's not going to be helpful. もしあなたが考えつかなかったようなことを、その聖書研究をしている人が質問してきたときに、まあ、助けてあげることができなくなってしまいます。In order to make the most of the time, you should anticipate some of their concern.学びの時間を最大限に使うために大事なもう一つのことは、彼らがどんなことを考えるかというのをある程度予想しておくことが大切です。And you do that based on their background. 彼らの、まあ、背景を考えてみましょう。For example, if they are a poor family, that's a certain context.もし彼らが貧しい家庭の出身であれば、彼らなりの背景があるはずです。Or if it is the wife of an executive, a business executive.That gives you a different context. もし彼らがビジネス企業の管理職についているような人であればまた違った、文脈があるはずです。Put yourself in their shoes and think about what may be the challenges for them. 彼らの立場に立って考えてみて自分がその場にいたらどんな問題を抱えているだろうかと想像してみなければいけません。The more you think about that, when those issues rise up, you're going to be more ready to help them.でそれを、あらかじめ考えておくならばいざそういう、問題が上がったときに対処することができます。Number four. 四つ目です。Encourage questions and answer simply. 遠慮せずに 質問を促して、まあ、簡潔に答えるということです。Asking them questions facilitates the ownership of the study. They feel like they're part of it.質問をするということは学びを促進します。彼らがその実際に自分で勉強しているというふうに導くことができます。After you make a point or end a section, ask, do you have any questions? そして何か要点をまとめたり、その学びが終わった後には必ず何か質問はありますかと聞いてみてください。In a Bible study that lasts one hour, you can ask that question several times. Do you have any questions?もし1時間程度の聖書研究であれば何回かその、研究の間にこういう質問をすることができます。That invites them to get involved, and that is when it means more to them. その質問をするときに彼らがこう自分で考える、彼らにとって意味のある学びにしていくことができます。So, when you read a text, let's say 1 John 5:11,例えば聖句を読みましょう。ヨハネ第1の5章の11節を勉強しているとします。You can ask,What do you think it means he has given us eternal life? 例えばそこに書いてある、キリストが私たちに永遠の命をもう与えられたっていうのはどういう意味だと思いますかと聞くことができます。You may say, notice that it doesn't say he will give us eternal life. ここでは神が永遠の命を与えてくださるでしょうと言っているのではありません。Notice that this is in the past tense. He has already done this for us.これは過去形、完了形、神様はすでに私たちに永遠の命を与えてくださったと書いてあります。So what do you think it means? これはどういう意味だと思いますか？と。And they may have an opinion or they may not know what it means. 彼らはもしかしたらある、まあ、考えを持っているかもしれないし、どういう意味なのかわからないっていう場合もあるかもしれません。But then you can really bring the meaning and you say, well, it means if he has given us eternal life, we already have it.そこで私たちは効果的にその聖句の意味について説明することができます。完了形で書かれているということは、彼はすでに私たちに永遠の命を与えてくださっているということですと。You may say many Christians think that eternal life is only when Jesus comes the second time, and then we will receive eternal life.
永遠の命というのは将来再臨の時にイエスが来られる時に与えられるものだというふうにしか考えていない人もいるかもしれません。But according to the Bible, eternal life begins the moment you say yes to Jesus. ですが、この聖句を読んでみると、私たちがイエス様に、はい、あなたを信じますと言った時から永遠の命は始まっている、すでに始まっていると。Because he already secured that for us. その確証を持つことができます。When you can ask?いつその永遠の命を与えられたという確証を持つことはできますかと聞けるかもしれません。分からないというかもしれません。Or they may know. 分かるというかもしれません。 And you say at the cross, he gave us eternal life at the cross. そしてあなたは十字架においてイエス様はすでに永遠の命を与えてくださったと答えることができます。 So you can say God gave you eternal life before you were born.あなたが生まれる前からすでに神様は命を与えてくださったんだよと答えた。He already made that available to you. すでにその命を受け取ることができるように用意してくださっているんだよと。All he is waiting for is for you to agree. あなたがそれを、受け取るのを、神様は待っていますと。You see, just one word can make a huge difference understanding.What the Bible says. 今の話は全部この聖書のたった一文から出てきた考えです。When you answer questions, keep it to the point. Do not give too much of an explanation. 何か質問に答えるときは要点を与えすぎてしまわないようにということですね。Unless they keep asking.質問し続けて質問をたくさんの質問をし続けてくるのはそれに答えても良いですが、encourage them to read some more or tell them, we're going to deal with that in the church in a week or two weeks. 質問が尽きないときには、まあ聖句を自分で、もうちょっと読んできてくださいということもできるし、また次回の、研究であるいは教会でお話ししますということもできます。As much as you can, link your Bible study.With whatever is happening in the church. 聖書研究で出てきた質問疑問っていうものを教会で行われているプログラムだとかにこうつなげるっていうこともできます。This is a mistake that most people who give Bible studies make. They isolate the Bible study from the church. 多くの人が犯してしまう失敗っていうのはこの聖書研究をそれだけで孤立させてしまって教会につなげることができないということです。But that's not what you want. You want them to beTo start thinking about connecting with the church. しかし私たちがしたいことはこの聖書研究を通して教会に人々を導きたいということです。Because what happens if they're not connected with the church and they agree with everything that they're studying? What happens with that? もしある人が、教会につながることはせずに聖書に書いてあることをすべて理解した。They become isolated Christians, and that's not a Christian thing to do.そうするとその人は孤立したクリスチャンになってしまいます。They need to be connected with the body of Christ. しかしクリスチャン、聖書を信じるクリスチャンは教会と、結ばれる必要があります。So, get them used to the idea little by little from the very beginning. なので聖書研究の初めの段階から教会にこう少しずつつながっていくっていうのを、意識しましょう。So, if you're studying a subject and that subject is also in the Sabbath school lesson for next week,Mention it and say, "We're going to study that in our church next week." 例えば聖書研究で出てきたテーマが、その例えば安息日学校のクラスでちょうど扱っている場所だったとしたら、あ、教会の安息日学校でもそこをちょうどやっていますよっていうふうに、言ってみてください。I know sometimes it's risky because the Sabbath school teacher may not be that good of a teacher. まあ安息日学校の先生があんまり教えるのが上手じゃなかったらちょっとリスキーなことかもしれませんけど。And he may not know how to speak to non-members. また教会にその、未信者の方にどう語ればいいかっていうのがあまりわからない人もいるかもしれません。But say a prayer and take a risk. しかしお祈りをしてリスクを負いましょう。And you might want to let the teacher know ahead of time, I'm bringing.A friend, a Bible study friend, to church today, to your class. 聖書研究をしている未信者の方たちを教会に連れて行くときは、前もってその、聖書研究の、SS の先生だったりに伝えておくことも大事です。At the end of each study, you should ask an appeal question. 毎回の研究の終わりに、アピールの質問をいたしましょう。For example, if you studied on the Sabbath,
Are you ready to keep the Sabbath? アピールのなんかこう決断を迫るような質問ということですね。安息日を守る用意ができていますか？ Or if you studied on prayer and the devotional life, are you ready? Are you interested in spending time in prayer?あるいは祈りについて勉強した後にはこれから祈りの時間を持つようにしていきたいですかと尋ねることができます。 Never finish a Bible study without asking these kinds of questions. このような相手に決断を迫るような質問をすることなしに聖書研究を終えてはいけません。 Because those are the questions that put the intellectual aspect to the heart. It makes it real to me.なぜならそのような質問は聖書について書いてあることを頭で理解したことを実際に心に適用され、あるいは生活に移すことができるからです。 Did you know that Jesus actually had counsel on how to give Bible studies? 聖書研究を授ける際の勧告をイエス様が与えてくださっているのをご存知でしょうか？ When you read this from the writings of Ellen White, because she quotes him, she quotes Jesus on this, you find that the counsel is very deepエレン・ホワイトがですね、イエス様が与えた勧告というのをいろいろ記していますが、とても深い内容のものがあります。It's counsel for seasoned Christians. Experienced Christians. はい、経験のあるクリスチャンのための勧告ということですね。Here's a few lines. Just a few lines.このような文章があります。This is what Jesus quotes. This is what Ellen White quotes Jesus saying. イエス様が語っていた言葉をエレン・ホワイトが引用している、書いている、そのまま書いている部分です。In all that you say, know that you have something which is worthy of the time you take to say it, and of the time of the hearers to hear. あなたのすべての言葉において。時間を取って口にする価値があり、聞いている人には聞く価値のあるものかどうか知っているべきである。Make it count, he's saying. 何をしゃべるにしても、それが相手にとって聞く価値のあることか価値のないことか考えましょうということです。And then he says, learn to meet the people where they are. 彼らのいる場所で、出会うように。Oh, I have that here. ありますね。But so let me read the whole thing, and then you'll read the whole thing. Learn to make the meet the people where they are. Do not present subjects that will arouse controversy. Let not your instruction be of a character to perplex the mind. Do not cause the people to worry over things which you may understand, but which they do not see, unless these are of vital consequence to the saving of the soul.その人のいる場所で出会うようにしなさい。論争を招くような話題は持ち出さないようにしなさい。人の心を乱すような性質の教えは避けなさい。あなたには分かっていても、その人には見えないような事柄について、それが救礼、救いに結びつくものでない限り、不安を引き起こすようなことを語らないようにしなさい。This is very wise counsel. とても賢いアドバイスだと思います。Obviously, it comes from Jesus himself.これはイエス様ご自身からの勧告です。A few times Ellen White heard Jesus speak, and she wrote what he said. エレン・ホワイトがイエス様の口から聞いたことをそのまま書いている、そういう箇所です。So he said, "Don't get into controversies when you have Bible studies." 何かこう言い争いになるような話題は避けなさいということですね。That's not useful. それは有用な時間の使い方ではない。Do not confuse people.人々は混乱するようなことを言わないようにしなさい。In other words, know where they are, where their level is, and speak to that level. 彼らが、どのレベルに立っているのか、どの位置にいるのかというのをしっかり把握していなければいけません。Number five, take a personal interest in them. 5番目のポイントは、個人的関心を示すこと。This is just as important as it is to give a good Bible study.To take a pension and interest in them is just as important as to give a good Bible study. はい、これは本当に、良い聖書研究を授けるためにとても大事なポイントです。For example, do they need transportation to church? Do they need help? Do they need, you know, is it an older person that could use help to go to the market? その人について関心を示しましょう。例えば、教会に来るのに交通手段が必要だろうかだとか。
Is it a young mother whose husband is absent and she needs babysitting help? その人は老人だろうか、あるいは子供がいてベビーシッターが必要だろうかだとか。Show an interest in their lives. その彼らの個人的な生活について関心を寄せましょう。And find ways to help in a practical way besides simply giving them Bible study. そして彼らに実際的な助けを与えるためにできる限りのことを考えましょう。ただ聖書研究を与えるだけではない。Ellen White said, if we would humble ourselves before God and be kind and courteous and tender-hearted and pitiful, there would be 100 conversions to the truth, where now there is only one. もし私たちが神の御前で自分たちをへりくだらせ、親切で礼儀正しく優しい心を持ち、同情心に富むようになるならば、今一人しか真理への改心者がいないところに100人の改心者が与えられるであろう。 Kindness, thoughtfulness goes a long way. It makes a deep impression. ちょっとした優しさだったり、思慮深さだったり、そういうものは本当に遠大な影響力を与えます。Remember what Paul said in 1 Corinthians 13?第一コリント13章でパウロが言っている言葉を思い出しましょう。He said, I may have all knowledge, I may have all faith, but if I don't have love, it is useless. あらゆる知識、またものすごい信仰を持っていたとしても、もし私のうちに愛がなければ、それらの一切は無益です。とか言っています。So what you're doing, you bring knowledge by giving them Bible studies, but put your heart in it by thinking about their life.私たちは聖書を通して神様の知識を与える働きをしますが、そこに私たちの心を向けましょう。彼らに対する愛に満ちた関心を捧げましょう。Something related to this is point number six. Love and accept their mistakes and flaws. そこに関連するところですけども、第六のポイントは彼らの失敗や欠点を愛し受け入れなさい。Be very sensitive to that.You don't want to embarrass them. You don't want to shame anybody. この問題については、とても敏感である必要があります。彼らが、の、恥になったりするようなことは For example, 避けるべきです。They might smoke a lot. 例えば彼らは、すごく喫煙をする人かもしれません。And that bothers you, and it's not good for your health.まあ、それがまあ、あなたにとっては嫌なことで、まあ、その体にも影響を与えるかもしれません。あるいは、結婚してないのに同棲しているそのようなカップルと、出会う機会もあるかもしれません。You are studying with somebody that is still working on Sabbath, even though you have studied the subject of the Sabbath.あるいは安息日の研究をした後にもなお安息日に働き続けているそういう人と聖書研究をすることがあるかもしれません。Do not ignore these things, but really ask God for the right opportunity to address those issues. このようなことを無視するべきではありませんが、その問題を扱うそのタイミングだとか、そういうものを神様に祈り求める必要があります。You don't want to come across as a judgmental person.とても彼らにとって批判的なそういう姿勢で向かうべきではありません。They are watching you. 彼らは、皆さんのことを、よく見ています。They already consider you to be somebody special because you know the Bible and they don't know it. 彼らは皆さんのことを聖書を知っている人という見方ですごく特別な見方をしています。You have been a Christian for many years and so you're higher in their minds. 皆さんは何年もの間すでにクリスチャンなわけですから、彼らから見て、すごく、特別な、風に見られています。So be sensitive, be careful what you say to them, especially be careful not to condemn them. なので彼らに言う言葉には気をつけなきゃいけません。特に、安易にこう批判するような言葉を、に注意しなければいけません。They're babies. They need to grow.彼らはまだ信仰において赤ん坊ですから、育ててあげる必要があります。Now recognize that in some cases they might be under conviction, and they act out in different ways. もしかするとすでに彼らはその問題について何とかしなきゃという確信が与えられていて、彼らなりの
対処しているかもしれません。Let's say that you already studied on the Sabbath and they agreed that they should keep the Sabbath holy. 例えば安息日問題ですでに、その聖書研究で安息日のこと、それを聖なるものと、守ることを勉強したかもしれません。But they are still working and they expect condemnation from you because they're still working on the Sabbath.もしかすると彼らはその後も安息日に働き続けていますけれども、あなたから、安息日は働くべきじゃありませんよと言われるのをもしかしたら待っているかもしれません。Now, if you condemn them, then that is probably going to be discouraging to them. And that's an excuse to reject other things you have to say to them.もしその時にあなたが頭ごなしにこう非難するような言葉をかけるなら、それが彼らにとって障害となって、また他のことについても彼らがこう受け入れにくくする、そういうようなことになってしまうかもしれません。So be very sensitive. Don't ignore this, but really pray that God would give you wisdom how to address that issue. なのでそのような問題を看過するべきではないですけれども、どのように扱うべきか、本当にこれは知恵が必要なところです。敏感でなければいけません。But don't ignore it. しかしそれを 見ないふりをするのは、良いことではありません。Because if they ignore something that God is saying, that's not going to be good for them. もし神様が明らかに言っておられることを彼らが無視し続けているとすれば、それは彼らにとっても良いことではないからです。How you deal with issues like that often makes the difference between them following all the way or holding back.そのような難しい問題について私たちがどのように関わるかということが、彼らがその後完全にイエス様に献身していくか、それとも完全に身を引いてしまうか、その、道を決定してしまうことにも、なり合います。 A few years ago, I was studying with a young man by the name of Rick. 数週間前ですね、リックという名前の青年と、学んでいました。 Rick was coming to evangelistic meetings in our church.リックは私、クルーゼ先生の教会の伝道講演会に足を運んでいました。彼は本当にそのメッセージを聞いて、あ、本当だなと。And he was responding well to the leading of the Holy Spirit. そして聖霊の導きに本当に積極的に、答えていました。He was married to a wife who was very opposite, who was not friendly to what he was doing.しかし彼が結婚していた奥さんは、まあ、そのような伝道講演会とかいうものに一切に関してとても否定的でした。She was a new ager. 彼はニューエイジ、皆さんご存知ですか？ニューエイジというものにこう関わっていました。In other words, she was not even a Christian. She had rejected Christianity a few years before when she was younger.彼はすでに彼女奥さんはですね、若い時にすでにキリスト教を完全に拒否していて、また別の宗教に関わっていました。And she was very against anything that had to do with Christianity. そしてキリスト教に関わるものに関しても完全にすごく否定的で、拒絶反応を示していました。And she was not happy that her husband was going to church now. なので彼女は自分の夫がそのような教会の集会に出ているということがとても不満でしょうがなかった。So we visited Rick at home one day.そしてクルーゼ先生たちはそのリックの家を、訪ねました。And it was very clear that Susie, his wife, was very much against us. Oh, cold. で、まあ、家に行ってみても彼の奥さん、スージーという方ですけども、もう完全にそのクルーゼ先生たちに対して、もう拒絶反応を示しているというのが明らかに見て取れました。Very unfriendly, very rude. もう とってもこう ぶしつけな ぶさほうな感じで、接していました。But we treated her like if she was a dear sister to us. しかし先生たちはその、すごい敵対的なスージーに対してとても優しく穏やかに接しました。We did not react to her provocations. 彼女がいろいろ挑戦的な言葉をかけてきてもそれには反応しませんでした。We kept smiling.And when we couldn't say something good, we didn't say anything. そして彼女に、微笑みをかけて。We kept coming back to visit Rick. そしてその後も何度かリックの家に、立ち寄り続けました。And after a few weeks, 数週間後、she decided to listen from the next room with the door open.そのような先生の姿を見て数週間後には、ちょっと教会から離れたところからその集会を聞くようになりました。And a couple of weeks later, she
came into the room, even though she sat all across the room, far from where we were. さらに数週間後にはその部屋の中にいて、まあ、一番端っこの方に座ってたんですけども、話を聞いてくれるようになりました。She was not as antagonistic as before. 以前のように、あからさまにこう敵対心をむき出しにするようなことはなくなりました。After a little bit, she came to the meetings with her husband.それから少し後、彼女は夫と一緒にその教会の集会に参加してくれるようになりました。Something happened to that woman because in about one week, her entire life changed. 彼女のうちには何か変化が起こっていたんです。なぜなら、その一週間後には彼女は全く人生を変えるようなことがあったからです。Her husband had been growing little by little. その夫はまあ少しずつ少しずつその成長していましたが、and she was way down here. She was not growing. She was against Christ.彼女は当初、キリスト教に対して全く理解を示さず敵対していました。But once she opened her heart to this, she grew very fast. しかし一旦彼女がそれ、キリスト教に心を開き始めたら、一気に、成長するようになりました。And we baptized both of them after a few weeks. そして先生たちは、その二人を、一緒にバプテスマを授けるということができました。About three days after we had a big baptism, we had a banquet for new believers. その、洗礼の式があった後、三日後にですね、お祝いの会を持ちました。And that's to give people an opportunity to give testimonies of what God had done for them. It's a wonderful thing to do, a banquet for new believers. まあ、その中で、バプテスマを受けた人たちが自分のどのように導かれたかという証をする時間があったんです。And this is what she said. その中で彼女はスージーはこのように言いました。She said, when they visited our home, I had already decided I didn't want anything to do with this cult. However, I saw the love of God was real in their lives. I was looking very hard to justify my anger, but love won. If they had not demonstrated a genuine Christianity to me, I wouldn't be a Seventh-day Adventist today.彼女が言った、あ、書いてます。新しく、これを言いました。彼らが家に初めて来た時、私はこのようなカルトとは何の関係も持たないと心に決めていました。しかし、神様の愛が彼らの生活の中に現実となっているのを見ました。私は自分の怒りを正当化することができなくなりました。しかし、最終的に愛が勝ったのです。もし彼らが純粋なキリスト教を表していなかったとしたら、私は今日セブンスデーアドベンチストになることはなかったでしょう。So how you treat people, how you react to people, can make a difference. 私たちが人にどのように接するか、あるいはどのように反応するか、そういうことは彼らに変化を与えます。Number seven, keep the cross in mind. 7番目のポイントです。十字架を心に留めなさい。Remember the two objectives we learned from Ellen White yesterday?昨日学んだエレン・ホワイトが書いている2つの目的を覚えているでしょうか。One,Objective of Bible study was to unite people with Christ. 聖書研究の一つ目の目的は人々をキリストと結びつけることです。And the second one was to help them understand Scripture and accept Scripture. そして二つ目の目的は人々が聖書を理解することができるように助けてあげることです。So what you want is to establish a personal relationship with Jesus as their Savior. That's what you want to help them do.なので、私たちがしたいことは、彼らが自分の救い主としてイエスと個人的な関係を持つように、まあ、確立するようにすることです。And when you lead them to accept the teachings of the Bible, it is because of the love they would have for the Savior. That is the objective. そして彼らが聖書の言葉を受け入れるとしたら、それはキリストに対する愛のゆえです。それが目標です。So this is the puzzle and the pieces.これはパズルのようなものです。The pieces are the individual teachings of the Bible. パズルのピースはこの聖書の中にある一つ一つの教えに例えることができます。And when you have all the pieces together, what shows up is the puzzle, which is Jesus Christ. そして聖書の教えの一つ一つがパズルのピースが組み合わさったときにできるのはイエス・キリストの愛という大きな絵です。It is fairly useless to study the Bible for somebody simply to have more knowledge about truth. 聖書についてのただ、知的な理解を得るためだけに聖書を勉強するのは本当に、無意味なことです。If they cannot see Jesus in that, eventually they may become Adventists, but they will not be very good Adventists. もしかすると、彼らはその
教えを信じるかも知れませんが、そことしてイエス・キリストを見なければ、たとえアドベンチストになったとしても、それは良いクリスチャンではありません。They will end up being legalistic Adventists, or, とても立法主義的なアドベンチストになってしまうかもしれない。You know, Christ is not that real in their lives. 彼らの人生の中でキリストとの関係が本当にリアルなものでなくなってしまうかもしれない。Ellen White says that the atonement, the cross, is the great truth around which every other truth clusters.ホワイト夫人はこのように言っています。贖い、十字架のメッセージというのは他のすべての教えをまとめる、つなぎ合わせる偉大な真理である。So you study the Bible in order to see Christ more clearly. 私たちが聖書を読むのはそれを通してキリストのことをもっとよく見ることができるようになるためです。 So keep both going back to their relationship with Jesus in every study. なので何の研究をしていても必ず毎回イエス様との関係ということを確認しつつ進めていくべきです。 For instance, when you talk about the state of the dead, why do you think Jesus says this?例えば死後の状態について研究するとき、なぜイエス様が私たちにこの教えを語られるのかということに目を向けなければいけません。 Why do you think it is that God thinks it's important for us to know this truth? なぜ神様は私たちにこの教えを理解することが大事だと思っていらっしゃると思いますかと。 So connected relationally to Jesus, not to just a truth.なので全ての教えをイエス様との関係という文脈で考えなければいけません。Number eight, always aim for decisions. 8番目のポイントは、目標は常に決心に至らせることである。This is probably one of the most important things about Bible studies, and it is one where most fail. これは聖書研究において最も大事なことといっても過言ではありませんが、多くの人が見過ごしている点でもあります。If you have Bible studies with somebody for six months,And they never made any decision, it was fairly useless. 例えば6ヶ月にもわたって、半年にもわたって聖書研究を続けていたとしても、彼らが何の決心もその中で、作っていないのだとしたら、それは全く無益です。The entire objective of studying the Bible is to appropriate that teaching, is to accept that teaching into the heart.聖書研究の一番大事な目的は聖書の教えを実際に受け入れて、それを彼らの心に受け入れるということです。 Not just a head thing, a heart thing. ただ頭で理解することではなくて心で受け入れることが大切です。 So how do you do that? ではどのようにそれをすればいいでしょうか。 Well, each Bible study guide has a decision question at the end of the study.どんな聖書研究ガイドにも最後にその決心を迫るような質問問いというのがあります。 And if they don't have one, you can write one in. もしそのガイドにそのような質問がなければ自分で考えて書き出してください。 You can ask for a decision not just at the end. You can ask sometime during the Bible study too. 聖書研究の最後にそのような質問をしなければいけないということではありません。聖書研究をしながら合間合間でそのような問いをすることもできます。 So let's say you're coming to the end of the study. You look at them with love and you ask them gently to make a decision. 聖書研究が終わった後に、彼らを本当に愛情を持って見つめて、そして質問を、このような質問をしてみるべきです。決心を求めるような Expect an affirmative answer. 彼らが肯定的に答えてくれることを期待しましょう。 If what you expect is going to be a no, you will not be able to ask the question very well. もしそのように期待しなければ、上手にその質問をすることができません。 You will be tentativeAnd they will not be encouraged to say yes. すごくこう家庭的な回りくどい言い方をして、はいと相手が言いにくいようなその質問の仕方になってしまう可能性があります。So expect an affirmative, a positive answer. なので彼らが肯定的に答えてくれるという期待を持って質問するようにしましょう。But if the answer does not come, don't push it. Just phrase it in a different way.しかし、もし彼らが実際にはそのように肯定的に答えなかったときには、あまり押し付けすぎてはいけません。また別の方法で、別の仕方で質問するようにしましょう。You may acknowledge that there are some difficulties or some challenges accepting this truth. 彼らがその聖書の教えを受け入れるためには何か障害になっているようなことは、問題があることに気づくかもしれません。
Let's say that you're studying on the state of the dead. 例えば死後の状態について勉強したとしましょう。But they believe in ancestor prayer and ancestor honoring their ancestors, the dead ancestors.しかし彼らはその死んだご先祖様を大事にするそのような習慣を持っているかもしれません。They realize that the Bible says that when a person dies, that person can't hear anything, is not alive, cannot function until the resurrection. しかし聖書の学びを通して人間が死んだ後には見ることも聞くこともできない無意識の状態だということを学んだとしましょう。They may understand that intellectually.彼らは頭ではそれを理解できるかもしれません。But they have been used to 400 years of their family honoring the dead. しかしもう長い間にわたってすでに家族と共にその先祖を崇拝するそのような習慣を彼らは持っているわけです。So they may hesitate a little bit because they say, I know the Bible says this, but we do that.なのでその教えを受け入れようとしても頭ではそれは理解できるけれどもでも実際自分たちはこのようにずっとやってきたという葛藤があるかもしれません。At that time, it is not a time to chastise them. そのような時にはもしすぐに彼らが受け入れられなかったとしてもこう罰を与えたりするような状況ではありません。It's a time to acknowledge the difficulty. 彼らがすごく難しい問題を抱えているというのを理解してあげる必要があります。You may say, I knowYou are used to, your family has been used to for a long time to honor the dead, the memories of the dead. 先祖の霊を敬うことがもう長い間あなたの家族の習慣だったんだよねとそういうふうに理解してあげることができます。But everything is possible with Jesus. だけどイエス様は、においては全てのことが可能ではどんなに難しくてもと励ますことがあります。Jesus said, you will know the truth and the truth will set you free.イエスはあなたが真理を知ったとき、真理はあなたを自由にすると言われました。Think about this. If you continue to believe in this, you're still a slave to a lie. もしあなたがその、先祖の霊が生きているということを信じ続けるならば、その偽りに縛られたままになることになります。It may feel like a comforting lie, but it's still a lie.慰めになっているように感じるかもしれませんが、しかしそれはそれでも偽りです。And who was the creator of lies? そして命を作られた創造主は誰だったでしょうか? Ah, that was the devil, right? 悪魔ですよね。 So you don't want to continue to believe the devil instead of believing Jesus. 嘘を信じ続け、でその嘘を始めたのは悪魔だったということですね。もしその嘘を信じ続けるならば、悪魔とのつながりがあることになります。So I want to encourage you. Believe what the Bible says and keep asking God to help you continue to believe what the Bible says. なので、聖書の書かれていることをそのままに受け入れて、そしてそれを信じて受け入れることができるように神様に助けを求め続けましょうと励ますことができます。In general, there are three kinds of decisions.That you want your Bible study, your Bible students to make. 聖書研究でそのなされる決断というのは3種類あると言われます。The first major decision is to accept Jesus Christ as their personal Savior and Lord. 一つ目、聖書研究において大切な決心はキリストを受け入れる決心です。The second type of decisions is to accept the teachings of the Bible. そして2種類目は聖書の教えを受け入れるそのような決心です。The second coming of Christ.The state of the dead, the sanctuary ministry, the Sabbath. 再臨についての教えは死後の状態、聖書の、キリストの奉仕や、安息日、そういう教えについて受け入れることです。And the third kind of decision is to accept to become members of the Seventh-day Adventist Church, to be baptized and become members. そして3種類目の決心は、バプテスマを受けてセブンス・デイ・アドベンチスト教会の一員になるというそのような決心です。Now remember that there are three things that happen before anybody makes a decision. 誰でも決心に至るまでに、3つの段階を経ると言われます。The first thing that happens is you need to have sufficient knowledge about an issue. まず一つ目の段階は何かについて知識を得ること。That will lead to sufficient conviction about an issue.その問題について必要な確証を得るのに、大切な And when they are sufficiently convicted, that will lead to sufficient desire
to actually make that decision. そしてその知識について確信を得たら、その先に来るのは、願望、それに従いたいという望みです。But those three things have to be in place before they act on a decision. しかし彼らが実際に何かを決心して動き出す前には、この3つの事柄が必ず先行しなければいけません。They must have knowledge, but knowledge is not enough. 彼らは知識を持たなければいけません。でも知識だけでは十分ではない。They may have knowledge and conviction, but conviction is not enough either. 彼らは知識とそしてこれが正しいという確信を得るかもしれませんけども、その2つだけでも十分ではない。They must have knowledge, be convicted, and also have a desire to move forward. 彼らは知識を持って、そしてそれが正しいという確信を得て、さらにそれに従いたいという望みを持つ必要があります。So how do you help them desire to actually make the decision?なので人々が決心を、するような願いを持つ助けをするために私たちは何をすればいいでしょうか。You paint a picture of all the positive things that happen if they make that decision. 彼らがある決心をしたときにそれによって得られる、良いことをできるだけ、描いてあげることが大事です。Let's say it's about the Sabbath. 例えば安息日について考えてみましょう。You say if you start keeping the Sabbath.You will have a peace you have never known before. 例えば安息日をもし守り始めるならば、今まであなたが味わったことのない平安を味わうことができるよ、安息を味わうことができるよ。If you keep the Sabbath, you won't work anymore on secular things. もし安息日を守れば、その第7日には世俗的なことについて働くことがなくなるよと。You will actually have rest. そして休息を得ることができるようになりますよ。If you keep the Sabbath, you will see that you grow closer to Jesus Christ. 安息日を守れば、イエス様との関係をもっともっと深めることができます。You'll experience a joy you haven't felt before. 安息日を守れば、今まで味わったことのないイエス様にある喜びを得ることができます。You will feel like you're walking with God more closely.神様とより近く歩んでいるように生きることができます。So the more they hear that, the more they have a desire for that. They said, I would like that. 決心をすることでそのように得られる良いことを提示してあげれば、少しずつそのような望みを彼らも持つことができるようになっていきます。So,You tell them about God's ability to help them when they face decisions. 彼らが決心をするときにその助けをしてくださる神様の力に対する信頼も必要です。You help them understand that a decision has to do with a person, not simply with a concept.その何かについて決心をするときはただそのような考え方概念についてではなくて、神様という方との関わりの中で It's not only about accepting the Sabbath as the seventh day of the week. The Sabbath is Jesus' Sabbath. なので安息日を受け入れるときにもただ7日目が安息日なんだねという考え方を受け入れるだけではなくて安息日はイエス様の安息日なんだ。そのように受け入れる必要があります。The idea is, if it's important to Jesus, then it will be important to me. この教えがイエス様にとって大切なものなら、私にとっても大切なはずだという決心の仕方です。And don't forget that a small decision which is made is much better than a big decision which is not made. またもう一つ大切なことは、この小さな決心っていうのは、本当に大きな決心よりもはるかに大切であるということです。Little by little, that's how we grow in our faith. 私たちは信仰において成長するには日々の小さな決心の積み重ねが必要です。Listen to Ellen White. She says many are convicted of sin and feel their need of a sin-pardoning Savior. If words are not spoken at the right moment, calling for a decision.From the weight of evidence already presented, the convicted ones pass on without identifying themselves with Christ. The golden opportunity passes, and they have not yielded, and they go farther and farther away from the truth. エレン・ホワイトの言葉です。多くの人は罪を自覚しており、
罪を許す救い主の必要を感じている。もし今だという時にすでに与えられた証拠によって決心を促すような語りかけがなされなければ、罪の自覚を持った人はキリストと一体になることなく進んでいってしまう。黄金の機会が失われ、彼らは自分を明け渡すことなく真理からどんどん遠ざかっていってしまうのである。 She speaks about a golden opportunity. エレホイトは黄金の機会という言い方をしています。 That is, there is a time when it is best for that person to make that decision. それはその人にとって決心をなすために最善の最高の機会、チャンス。 If they're not given the opportunity to make that decision during that time, often they will never make that decision. もしそのような機会の時に、決心を促されるようなそのようなチャンスが与えられなければ、その機会は過ぎ去っていってしまう。 So that's why you must offer them to make the decision, because you never know when that golden opportunity is.なので聖書研究の中で彼らに決心を促すような質問をするのが大事なのは、私たちはそのような機会がいつなのかというのがわからないからです。 Number nine. 9番目です。 This will sound strange to you. 少し変わったように聞こえるかもしれませんが、 Stop going to give Bible studies when public evangelistic meetings began. 講演会の期間中は訪問しない。Now, why do we say that? どういうことでしょうか? If, let's say that Amanuma has evangelistic meetings, but you have a Bible study with somebody. Amanuma 教会で伝道講演会をしている最中に、あなたが誰かと聖書研究をしているとします。And that person has never attended the church. そしてその人は教会に来たことがありません。If you keep going to the Bible study during theEvangelistic meetings, they will never show up to the evangelistic meetings. もしあなた自身が伝道講演会を行われている最中に聖書研究を続けるのだとしたら、その聖書研究している相手が伝道講演会に来るということは決してありません。Because in their minds, they're already getting the Bible study. なぜなら彼らの頭の中では、あ、もうすでに聖書研究を受けているしという考えになる。But you want to know the truth? If they come to the church to an evangelisticSermon, their chances to respond are much better than when you study the Bible with them. ここで言っておきたいのは、個人的に聖書研究をしている時よりも、このような伝道講演会に彼らが参加する方が、彼らがこう何か決心をする確率は非常に高くなるということです。The attending the evangelistic meetings will help them make decisions better and faster.Than if they don't attend the evangelistic meetings. 講演会に出席する時の方が個人的に聖書研究をしているよりも、彼らは決心をしやすいということがあります。There is something about a sermon that brings conviction to people that takes a lot more skill when you do one-on-one Bible studies. 説教として与えられる確信っていうのは、すごく特別なもので、またそれは個人的な聖書研究の時とはまた違ったスキルが必要になります。 If they come to the evangelistic meetings, they will see others make decisions, and that brings conviction to them too. なぜなら伝道講演会に来ると他の人たちがそのような決心をする姿を見て、それによって促される、励まされるということがあるからです。 Associating with other believers also is a very positive thing for them.さらに他の大勢の信者たちと関わる機会があるということも、彼らが決心をする助けになります。 They will say, oh, that's a nice church. すごく素敵な教会ですねというふうに、 There are nice people there. すごく素敵な方々がいますねと。 They treat me well. 私を、すごくよくしてくれて。 So the best thing you can do is tell them there will be Bible meetings in our church beginning next week.なので伝道講演会があるときには、教会で聖書の集会があるんだけど来ないと声をかけてあげてください。 I plan to attend and I am going to be busy helping with those meetings. 私もその集会に出席していろいろ手伝ったりしなきゃいけないんだけど、 And I would like to invite you to attend those meetings with me. もしよかったら私と一緒にその集会に出ませんかと。
I will come and pick you up so we can go together. もし行くとなればお迎えにも来ますよ。It's a wonderful speaker and it's all about a Bible study. お説教者も素晴らしい人で聖書についてのメッセージを語ってくれます。If you come, if you keep going to their home, or if you keep studying them, then they will never come to the meetings. もしそのような講演会の最中にも聖書研究を続けていれば、彼らが教会の講演会に来ることは決してありません。They don't have a sense of need at that point. なぜならそのような必要を感じないからです。So it is better to stop going for a few weeks and then resuming the Bible studies later.なので講演会の期間中は聖書研究を休みにして終わってからまた再開するというのが良いかと思います。 Hopefully they will come with you. That's really what you want to see happen. そして彼らがあなたと一緒に集会に出てくれるのが一番良いことです。 Read that. はい。何月何日から何月何日まで教会で講演会があります。私と一緒に出席しませんか。その間はお宅での聖書研究はできないのですが、というような言い方ですね。Last point, connect people, to connect your Bible students with other people in the church. これで最後のポイントですが、その聖書仲間作りと書いてますね。Research shows that you need to have at least 6 friends in the church within the first year in order to survive the Adventist culture.聖書研究の人を教会とつなげるということです。彼らがその教会の中に6人の友達がいれば、そのバプテスマの後1年以内に教会に6人の友達がいれば、その後アドベンチストの社会文化の中で生きていくことができると。That's one of the reasons we lose members because they never made enough friends in the church.新しくバプテスマを受けた人たちは教会を離れていく一つの要因が教会の中に友達ができないということです。So don't wait until they're baptized to be concerned about whether they're connecting with others. なのでバプテスマを受けるまで、彼らを教会の人とつなげるのを待ってはいけません。Get them connected with somebody in the church as soon as possible. 聖書研究をしているうちから教会の人たちと彼らがつながりを持つことができるように配慮してあげてください。Let's say that you're a woman.55 years old and you're studying with a young mother who is 25. 例えば、Let's say that you're a woman of 55、はい、studying with a woman of 25. あなたが55歳の女性で、20代の若い、お母さんと聖書研究をしているとしましょう。Who do you want to connect that young woman to? To 55 year olds?その、一緒に聖書研究している若いお母さんをどのような人たちとこうつなげたいですか？No. 55歳のおばさんとですか？ Of course not. 違いますね。You want to connect him with people her age. 彼女と同世代の人たちとこう関わりを持たせてあげるのがいいと思います。Maybe she has a child, so connect him with other young families in the church. 小さい子供がいるかもしれません。そういう子連れの家族が教会にいればその人たちと関わりを持つことができるようにしましょう。Invite your Bible study to your house one day to eat.その聖書研究を例えば自分の家でこう食事をしながらするような機会を持ちましょう。Invite also two or three others of her age to eat together and introduce them to them. その時にその家の食事会に教会の人たちも何人か連れてきてそこで交わることができるようにするのもいい案かもしれません。And that's their first point of contact. そこで、その聖書研究をしている人が教会の人たちと関わるチャンスを持つことができます。That's going to be very important. とっても大事なことです。Once they're baptized, it's important to appoint a spiritual mentor that will help them the first year of being an Adventist. またバプテスマを受けた後に大切なことはその人に、メンター、その人をこう、トレーニングしていく人を、つけることも大切です。We're going to give a training exactly about that on October 28th, or I think, or 24th.October 24th, the last week of our evangelistic meetings. それはバプテスマを受けた方のそのフォローアップっていうテーマでまた10月の末にセミナーをする予定です。So pray and look for ways to connect people with other people in the church. 他の人との教会の人との関わりを持たせるために何ができるか祈りつつ考えなさい。You can do this. 皆さんならできます。You can do this. できます。
All right. Let's do. Let's take 5 minutes. Everybody stand up, please. 5分間の休憩を持ちましょう。皆さんちょっと一旦立ってみてください。Okay. Stretch a little bit. はい、ストレッチしましょう。Stretch. Move around. はい、腕を動かして。If you need to go to the bathroom, go to the bathroom. と、お手洗い行きたい方はどうぞご自由に行ってください。I'm going to change the program and we'll start the next session in a few minutes. はい、5分後にまた、再開いたします。